ハーブ何個と、2個取ったよね、今ね。あ、上に行けんの？うわ、高っ。上になんかあるんかな。なんもないよね。妖精やからこういうとこに来れるってことか。このアイテムなんなんやろ。なんかに使うんかな。場所を離れたらね、外してまうんや。手から。まあ、いっか。とりあえずハーブを見つけるんがね、主目的っぽいんで、次行こう。今ね、3つ見つけたから、あと1個出るはずや。よっしゃ。あと1個どっかにある。この2階のどっかかな。男子の寝室、入れ。こっちも行け。反対。あ、猫がおるわ。あれ以上は進めんってことか。お、ほんでまた実体した、なんか、松葉杖でも持ったような子がおるね。何しとんやろ。お、テーブル復興。この子はハーブ持ってないの？こ、怪しいな、ここ。手が怪しい。お？これで綺麗になったわね。あとは残った窓を開けてしまわないと。窓を開ける。残った窓。こっちか。遠いな。無理やな。猫おるから、これ以上はいけへんのね。女子の寝室。窓なんかこれ半開きなんやけど、開いとことになっとんかな、これ。こっから開けれんか。よいしょ。無理やな。杖取れる。何するん？何もできん。窓開けたるか。あ、開けれそう。お、行ったか。よっしゃ、開いた、開いた、開いた。これで妖精がおることに誰気かづいいるたの？か。あ、ハーマンったら、またあんなところで寝るなんあ、あて。んな木の上に誰かおるやん。いくら好きだからって、木の上はやっぱり危ないあいわ。つが持っとんじゃん、ハーブ。あと一個。後で注意しておかなくっちゃ。そんな気がするね。お。でも、ハーマンなんだか楽しそうね。また何か帽子に隠しているのかしら。ほら、来たぞ。帽子やな。よっしゃ。これは分かった。帽子の中にハーブ入っとんやろ。これで4つ目やね。よしよし。これで入ってんかったら俺も泣くわ。あんなとこに、お、気づかへんかったな、ここね。登って。さあ、君の帽子を。あったー！ 4 つ目。あったわ。さあ、揃った。帽子返してほしいか？ほり。あ、俺が取ってもだ。あ、ほんでメモがある。なになに？取れへんのこれ。メモ帳あるのに取れへんね。まあ、いっか。とりあえず揃ったけど、これで？ひとまず、あれか、鍋に戻ったらいいんかな。あそこからめっちゃ見とるわ。調理室に戻ろう。どちらだっけ？こっちか？はい、帰ってきました。で、鍋に、インベントリどれや？これか。ハーブ入れていく。2つ目。まだ味変わらんかな。ちょっやっと苦ぱりなった苦いか。ぞ。お。3つ目。はい。嫌な記憶を
思い出す味だな。どういうこと？ラスト1個。おりゃ。まずいか？間違いない。これはユーリアのハーブだ。あ、なんか気づいた。あ、ほんで、え？4つ入れたよな。あ、もう一個もどう？これか。びっくりした。え？どうしたん？どうしたん？え？毒ちゃうぞ、これ。ハーブやぞ。そんなに苦かった。強烈だよ、ユーリア。なんか大丈夫？なんか震度みたいになっとうけど。これでね、目的達成したから、時計開いたらいいんかな。あ、出たね。これで10月20日の、まあ、このチャプターが終わったということでね。両の手で、地震計を包めば次の時に移動。はい。行きまーす。で、ゲームが保存されましたと。はい。というわけでね、ひとまず、まあ、初めてちょっとやってみたんですけど、まだまだね、今後どうなるかっていう展開も全くわからへん上にね、まあひとまず、なんか言われた通りにやっただけなんでね、今後ね、どんな展開になってくるのかっていうのをね、また次回楽しみにして、今回はね、ここで終わりたいと思います。では、またねー。